タイガースの先発は今シーズンドラゴンズ戦ではまだ勝ち星のないハンセル。連敗ストップの期待を背負いマウンドに登ります。しかし初回、ワンアウトからデッドボールの岩田とレフト前ヒットの立浪を二塁一塁に置いて、バッターは4番ゴメス。センター前にタイムリーを弾き返され、あっさり先制されてしまいます。試合は1対0のまま中盤を迎え、タイガースは初回の1点が重くのしかかります。しかし6回、ツーアウトから内野ゴロの今岡とファーボールの矢野を二塁一塁に置いて、バッターは8番ルーキー藤本。今日3本目のヒットはライトオーバーのタイムリーツーベース。タイガースが逆転に成功します。この試合で初めて1点を追う形となったドラゴンズは7回、ツーアウト満塁からティモンズがレフト前へタイムリーを放ち、試合を一旦振り出しに戻します。しかし勝利の女神が微笑んだのはこちら。8回、タイガースはワンアウトからバッター今岡、打球はレフトのポール際に運ぶソロホームランで再度逆転。中継ぎの柱岩瀬が不在のドラゴンズが4連敗と課題を残しました。これで4連敗のドラゴンズ星野監督は今日は何もなしと無然とした表情。一方、連敗を3でストップしたタイガース野村監督はまさか勝てるとは思わなかったとほっとした表情でした。4連敗中のドラゴンズ、今日こそはとマウンドにエース野口を送り込みますが、1回味方のエラーとフォアボールで満塁。ツーアウトまでこぎつけますが、6番矢野にはカウント 2-3 から押し出し。連敗を止めるのはお前しかいないと送り出した星野監督もこのところの悪いゲーム展開にどうしようもないといったところ。そして続く対野口用で久しぶりにスタメンのペレスには右中間フェンス直撃走者一掃の二塁打を浴び、この回一挙4点を奪われます。4点を先制したタイガースの先発は大方の予想左の井川ではなく、シーズン途中に移籍してきた谷中。その谷中は元気のないドラゴンズ打線を3回までパーフェクトに抑え込みます。5回には山崎へのデッドボールでドラゴンズナインがグラウンドへ飛び出し、今シーズン初先発の谷中を揺さぶりにかかりますが、それも何のその、危なげない投球で8回途中まで2失点。最後は葛西、成本とつないだタイガースがドラゴンズを破り、谷中は嬉しい移籍後初白星。一方のドラゴンズは5連敗です。タイガースの先発谷中に抑え込まれたドラゴンズ星野監督、何も喋ることないやろ、知らんやつに7回までゼロに抑え込まれたらあかんとおかんぶりでした。泥沼の5連敗中のドラゴンズは3回、ワンアウト二塁三塁のチャンスにクリーンアップの3番立浪、4番ゴメスがセンターフライで凡退。左肩を痛め調子の出ないタイガース先発井川を捉えることができません。するとその裏、タイガース戦今シーズン初先発のバンチが内野安打で出塁した藤本に簡単に盗塁を許すと、続く3番浜中にタイムリースリーベースを打たれ先制点を奪われてしまいます。リズムをつかめないままクルーズを歩かせると、続く5番檜山に甘く入った内角寄りのストレートをライトスタンドへ、第6号スリーランホームラン。クリーンナップに活躍を許し打者一巡の一挙4失点。一方タイガースの井川は怪我の痛みはどこへやらぐんぐん調子を上げていきます。7回までドラゴンズ打線を6安打無失点に抑え、エース復活を感じさせるピッチング。打っては8回に今日2本目となる檜山のソロホームランが飛び出るなど、投打ががっちり噛み合う展開に野村監督もこの表情。最後は井川から伊藤、メンデとつなぎドラゴンズ打線を完封。タイガースは2ヶ月ぶりの3連勝。一方のドラゴンズ苦しい6連敗です。6月に入って初勝利、今シーズン6勝目のタイガース井川、ボール自体は悪かった、ゼロに抑え込まれてよかったと、抑えられてよかったとほっとした